君に届けよう。ララララさあ歌うんだ。いやささあいやなびちあいやいやささあいやあいやいやささ観光情報番組読みさんラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお届けいたします。さて、始まりました観光情報番組読谷ラジオ、5月20日土曜日。さてね、週末を迎えたということで、皆さん今日一日どう過ごされるのでしょうか。ね、本日もね、読谷村情報としてこの観光情報番組読谷ラジオからね、新鮮なまして困ったコアな読谷村情報を発信してまいります。よろしくお願いいたします。これから10時までの1時間ね、お届けしていきますので、ぜひね皆さん聞いてよろしくお願いいたします。冒頭すいません、今日はねちょっと機器メンテナンスのためね、15分明け CM 明けからのこの読谷ラジオの放送となりますが、今日はねちょっとね機械のトラブルがあってね、この後もちょっと音楽中心のね番組にはなりそうなんですけども、またね、この機器トラブル、はい、解決しましたら皆さんにねお声ね届けていきたいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。でまた土曜日ということもありますね、昨日までねまたこの梅雨時期の中日でね太陽も晴れて、あ太陽もね顔を出しておりましたが、今日はねちょっとまた曇り空かなというところでね、ちょっと肌寒いなって個人的には思うんですけどもね、雨の心配はあるのでしょうかね、また後ほど天気などもねお伝えできればいいのかなと思うんですけどもね、ぜひもう本当にこの一日また週末を迎えたということで、ね観光客の皆さんぜひねこのラジオを聞いて、読谷村にもね魅力がいっぱいな村でございますので、ぜひね足を運んでいただけたらなと思いますよ。はいね、今日はナビゲーター達也でねお届けしていきますのでね、ね先ほどもちょっとね冒頭でも申し上げましたけども、今日はねちょっと9時からのね、いつもであれば9時からの通常放送にはなるんですけどもね、ちょっと聞きメンテナンスのためということでね、今日ちょっと15分明けからの番組スタートとなりましたがね、ちょっとね、はい、なんて言えばいいでしょうかまたね、はい、この今日はちょっと音楽中心のね番組になりそうなのかなと思うんですけども、ぜひ皆さんねちょっとね多めに見ていただいてまたね楽しんでいただけたらなと思いますので、はい、これから10時までの1時間、たっちゃんでお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたします。海の彼方どうぞお聞きください。
お送りしております、読谷ラジオ、観光情報番組読谷ラジオ、お送りしていきたいと思います。今日はですねちょっと聞きトラブルがありまして、本スタジオの方から私中曽根と、そしてミオがお送りしています。なんかいきなりのコンビなんですけどよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします、はい。5月20日土曜日ということで、まずはお天気の時間ということでね、お天気予報をお伝えしていきたいんですが、今朝5時沖縄気象台発表の天気予報、本日は東の風のちやや強く晴れ、昼過ぎから曇りということでありましてね、しかしながらところにより夜は雨だということでありますね。昨日まで、すごい晴れてた、沖縄なんですけどもね、今日は夜からちょっと雨になりそうと。要は週末お天気はどうでしたか。お天気、あ、天気の関係での、あー、ちょっと暑いなと思って薄着したら、うん、ちょっとだいぶ冷え落ちたら寒いみたいな、ちょっとそこでまだそういう季節なんだね。はい、まだ夏は来てないって感じですね。でも一昨日はもう真夏だったけどな確かに。いや、まだ来てないのか、まあ、すぐそこに来てるという感じでね、はい、観光客の皆さん方もぜひ、週末の沖縄を楽しんでいただきたいというふうに思います。それでは一旦コマーシャルをお届けします。
読みたん何でも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のお時間です。はい、ということで今日は、私中曽根とみおがお送りしています、はい、もう読谷ラジオ特別版だね今日ねそうですね、これこのプレミアム感は多分ないと思う。俺な、確かに、俺とみおが一緒に話すなんてこともないだろうし俺が読谷ラジオに出ることは開局以来初めてのことだろうと思うんですけれども、うん、まあまあ今日は頑張っていきたいと思うんですけどもね、はい、さあ今日はゆみちゃんなんでも調査団、はい、今日はそんなにあるカフェを紹介しようということでありまして、はい、はい、俺もね何度か行ったことあるお店なんですけどもね、はい、今日はこのお店カフェプルメリアを紹介したいと思います。お聞きください。今日はですね、ゆみたん村そべにありますカフェプルメリアにお邪魔しております。早速ですねお声を聞いていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、カフェプルメリアの佐竹真嗣です。はい、佐竹彩香です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどういったお店になってるんですか？はい、こちらカフェプルメリアはハワイアンカフェ&バーとなっております。ハワイアン、はい、なぜこういうハワイアンのお店を開こうと思ったんですか？はい、とにかく海が好きで、はい、自然が好きなために、はい、沖縄ももちろん大好きなんですが、はい、ハワイも同じように大好きってことで、それを仕事にしてしまおうということで、はい、作っちゃいました。さっきほど店内入ったら、はい、甘い香りがしたんですけども、はい、なんかこだわってるんですか？こだわってるんですか？はい、そんな感じのお香を炊いてます。お香の匂いだったんですね、はい、なんか本当に甘い香りが、ね、しましたね。とにかく、はい、見た目もですね、味覚もですね、香りもですね、はい、存分にハワイ南国を楽しんでもらおうということで、細かいところまで結構頑張ってやってます。はい、はい、五感で感じる、五感で感じるそんなカフェプルメリアさん、はい、どういった飲み物とかが飲めたりするんですか？はい、トロピカルカクテルはもちろん、はい、ハワイのビールとかですね、ちょっと変わり種の飲み物いろいろあったりします、はい、なんかおすすめの飲み物とかありますか？はい、一番おすすめは、コロナをですね、はい、ボトルごとフローズマルガリータに突き刺した、はい、コロナリータというのがあります。そちらが一番人気ですね。あ、本当ですか？はい、飲み物以外にもなんかフードでおすすめの商品ってあったりしますか？はい、おすすめなのは、バッファローチキン。バッファローチキン、はい、もうアメリカではスタンダードな、はい、おつまみランキングでは1位になるんです、ね、辛いチキンなんですけど、はい、もう本当にお酒に合う美味しいおつまみです。へ、これちなみにお値段いくらぐらいですか？はい、こちらは800円となってます。800円、はい、あ、お手軽で食べられますね、はい、お店の他にこだわりとかあったりしますか？お店のこだわりではですね、はい、とにかくハワイを感じさせるディスプレイを楽しんでもらいたいと思います、はいはい、もう入った瞬間にですね、もちろん入る前からハワイ南国っぽさを感じると思うんですけど、うん、入った人たちが本当にびっくりするこの雰囲気ですね、はいはい、その中で美味しいお酒と美味しいお食事を楽しんでもらいたいと思ってます、はい、そしておすすめはうちのスタッフがとにかく明るくて便利なのでぜひ仲良くなってほしいなと思ってます。はい、ということで店内もたくさん椅子テーブルがある中で、はい、こちらイベントも開催したりするんですか？はい、時々ですね、はい、ライブイベントも行いますし、定期的に月に2回ほどですね、はい、第2金曜日と、はい、第4土曜日、うん、DJ ライブを行ってます。 DJ ライブ、はい、その際はライブチャージ無料で、お食事、飲み物を楽しんでいただく形になっておりますので、
ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、いいですね。飲んで食べてまた踊って、そうです、楽しめるカフェプルメリアさん。カフェプルメリアです。はい、そんなカフェプルメリアさん、営業時間、はい、はい、お願いします。はい、今ですね、週末だけの、開店となっております。週末金曜日土曜日、夕方の、7時からですね、はい、夜の12時頃までオープンとなっております。はい、最後にですね、映像、はい、そしてラジオをお聞きの皆さんに、はい、コメントをお願いします。はい、ハワイを感じさせるカフェプルメリアにぜひ遊びに来てください。遊びに来てね。はい、ハロー、バハイバー、ありがとうございました。はい、みんな今皆さんにお聞きいただいたのは、読谷村のそべにあります、カフェプルメリアさんのお店紹介の音源でした。カフェプルメリアさんは一応自分がこう学校とか登下校の時に通るんですけど、たまに空いてるのを見るんですけど、まあ、時間帯でもあるんですけどね、本当になんか賑やかで明るくて、なんかもう本当に真昼間からでもやってるようなイメージがあります。まあミオまだ若いからね俺はやっぱりこう週末飲むという感じのね、ところで昨日はね、昨日もちょっと飲みに行ったんですけどね、はい前を通りました前を通りました前を通って行かなかった行かなかった、空いてるなっていう感じでね行ったんですけどね、はい、ぜひねこの週末また今夜も空いてると思いますので、ぜひね、カフェプルメリアの方足を運んでいただければというふうに思います。本当にハワイチックな、はい、お店となっておりますのでね、取材にもありました通りオーナーの佐竹さんはもうすごいこうハワイ好きでね、はい、昨年もこうハワイに行かれた時にこうハワイからの中継をやったりとかね、いろいろとさせていただきましたけどもね、ぜひね足を運んでください。本当に、お料理もねすごい美味しいところでありますのでね、はい、楽しみに。外国人のねお客さんもすごい多いですよ。なんかたまに見たことあります。たまに いるなみたいな感じ。スウィンチアメリカ人多いからね。そうですね。アメリカ人かどうか分からないけどみんな外国人みんなアメリカって呼んでしまう、うちなあるあるなんですけどね。はい、はい、そんな感じで、お届けしてるわけなんですが、さあ今日はですね本当にこのユミタンラジオ私、中曽根とミオでねやってるわけなんですが、番組の方もちょっと若干こう内容を変えながら、お届けしてるわけなんですけども、この後読谷アーティストということでね、紹介をしていきたいと思うんですが、日頃ねおそらくこの次かける曲は川口京吾さん、はい、ウチナーテンブス読谷という曲を、はい、これね川口京吾さんはそのこの時間にかけるという意味ではそのユミタンアーティストユミタンの、まあ、アーティストではないんですけども、そうです、ね、実際はそのユミタンに住まれたこともありますし、はい、またユミタン本人はユミタンのアーティストだとライブでも、はあ言ってたりしてですね、彼が作ったウチナーテンブスユミタン、はい、意味わかります？沖縄の真ん中にあるってあおへそ？そうそうそう真ん中に先にそれ言うような沖縄の、まあ、直訳すると沖縄おへそ読谷というね、それがウチナーテンブス読谷という曲なんですけども、この曲を今日はね、セレクトさせていただきまして、はい、まあ、川口京子さん本当に歌といえば桜で有名な、はい、そうですね、小柄でかっこよくてね同じ小柄なにもかかわらず俺と全然違う感じがするのはなぜかなと、神は天に二物を与えていたという感じがするわけなんですけども、はい、今日はね、彼の声をねその沖縄読谷中にね、この中心から発信させていきたいということで、はい、曲をお届けしていきたいと思っておりますのでお楽しみいただきたいと思います。はい、CM まで残り、5分少々近くということでございましてね、うちなテンブス読谷川口京子さんの曲をね、お届けしながら進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、本日読谷、ラジオは特別番組ではありませんが、急遽、中曽根と読谷見ようと2人で、やっていきたいと思っております。ここ、三田村地域振興センター本スタジオからお届けさせていただいておりますのでお楽しみいただきたいと思います。それではお聞きください。川口京子でウチナーテンブス読谷。君の白穂を揺らす海風、うまくあらばにさせ
えてくれた歌と匂い、デイブの花のトンネルくぐり、桃屋が待つネーネーの頬は透かした紅芋のように赤赤、寄せて若い
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。ラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM よみたんが、ドライブマップを活用しさまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーです。はい、ということで今日は、よみたんラジオスペシャル版ですね。はい、特別版って言ったらちょっと変な感じするけどスペシャル版って言ったらなんかお得感があるかもしれないね、中曽根とはい、ミオでお届けしております。はい、すごい貴重なコンビなんですけどまあ親子コンビって言っても過言ではないぐらいなんですけどね。そうですねまあまあまあ行きましょう。さあ、はい、これあのレンタカードライブマップね、沖縄県のレンタカー協会で発行してるわけなんですけども、はい、レンタカーを借りると必ずこれついておりますね。はい、はい、その中に今日はですね、はい、ミオが紹介するのはまあミオがっていうか我々が紹介するのはドライブマップのこの、 あの使い方っていうか地図が載ってるんですよね。はい、北部、中部とか、うん、いろいろエリアごとに大きく分かれて、はい、もう細かくいろいろ説明されております、うん、ね。この中にはやっぱりこう各交差点の注意事項であったりとか、はい、事故多発エリアであったりとか、はい、それから、まあ沖縄よくあの観光客の皆さん方沖縄自動車道、いわゆる僕なんか呼んでる高速道路ね、はい、あれをそう、利用している方々多いと思うんですけれども、はい、このドライブマップをやっぱり見ていただけると大体感覚がね、はい、分かっていってもらうと。実は昨日もですねちょっと、観光客の方とよく話してたんですけど、はい、チャタンってあるじゃん、はい、読谷ってあるでしょ、はい、チャタンって漢字どう書く、みよ、はい、あ、北に谷ですね。読谷は読むに谷ですね。ですよね、はい、でそれを考えて、はい、この観光客は読谷に俺と一緒にいたわけよね、はい、で茶炭って聞いたら、はい、北の方の北の方の茶炭があるでしょっていうわけよ、はい、読谷にいてね、はい、さ明日はちょっと美ら海に行きながら北の方の茶炭に行くんですよみたいな感じでだから全くその位置関係が分からなくて、はい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 、ナビでしか動かないから、あそっかそう、もう東、東西南北とか東とか西とか全然分かんないわけよね、はい、だから一度こういうね地図をぜひ見てもらって、そうですね、位置関係を見てもらってからねナビを活用してもらいたいなって、はい、昨日ちょっとふと思いましたね。なるほど、はい、さあ高速道路沖縄自動車道は最高速度80キロということでございますので、ね、本当に、本土の方々からするとね、高速ってのって100キロですからね、はい、捕まらないように気をつけて、安全運転で安全走行でお願いしたいということであります。はい、それからなんか妙が気づいているところがあるということで、あ、うん、なんかまあ旅行っていうのは土日が多いかもしれないんですけど、うん、まあ平日に来られる方も多くいるんですよ、うん、いると思うんですよ、はい、でその際ってやっぱり朝早くからいろいろなところに行く人が多いと思うんですけど、うん、その時に注意してほしいなと思ったのが、まあ、このドライブマップにもありますバスレーンにご注意、うん、あるこれはね俺たちだってあるよなたまにしか行かないからな、はい、うん、そういうのをコメントとして書かれてたりするわけだな、はい、なるほど。まあでもまた観光のね、ポイントみたいなものとかもね、はい、写真があってたりとかするし、まあ、そういう意味では、このドライブマップはぜひね、知ったかしなくて、はい、レンタカーだけにはいなんか苦笑でしたね、もうね知ったかぶりをせずにね、はい、しっかりと活用していただきたいということでございます、はい、ちょっと長くなりましたが以上、ドライブマップのコーナーでありました、はい、ということで、さあ、もう番組エンディングで残り5分ということになりましたけれども、はい、いきなりの、はい、番組出演でありがとうございました。いえ大丈夫です、ね、こちらこそありがとうございましたいやでも本当に、この観光のねお客さん方、昨日実はナノベーションという読谷村に会社がありましてね、はい、その会社が主催をする、
マーケティングアジェンダ2017っていうのがね、開催されて、それに私も参加させていただいたんですけども、これどういうものかというと、いろいろ広告に関わる勉強会って言ったのかな、はい、およそ300名の人たちが3日間、残波岬ロイヤルホテルに朝から缶詰朝7時30分から朝食を食べるわけよ、はい、8時にはもうその朝食会場で食事してる人がいるのに、はい、講師が上がって今の広告はこうなんだみたいなことをずっと、食べ終わった人はずっと聞くわけ、ひたすら1時間ぐらいで終わったら、もうこれから永遠と10分おき30分おきみたいにどんどんその、ホテル関係の業界の方、はい、広告をね出す方、はいはい、お金を出す方の人とか、あるいはまた、その代理店の人、はい、広告代理店の人とか、そういう方々が入れ替わり立ち替わり、それを3日間やったっていうのがあるんですよ。でそういう方々がみんなね、観光で沖縄に来られるということでね、はあ、すごいこう、今日なんかは週末土日はもういろんなところにね、遊びに行かれているだろうと思います。でびっくりしてたのは、はい、ダイビングやりたいっていう方が いたんですよはい、うん、まあまあ、いやそこは笑うところじゃないけどね、はい、いたんだけども、読谷でジンベエザメと泳ぐダイビングが、体験ダイビングができるんですよっていう、はい、ミュー知ってる？あ、知ってます。はい、手あの漁港で、はい、トップマニーさんがね、はい、やってるんだけど、ってあの美ら海水族館の中に入るようなもんじゃないですかみたいな感じでそういう話題があったりしましたけども、はい、ぜひね、観光客の皆さん方にはね、僕は読谷のそのジンベエザメのね、体験ダイビング一緒に泳ごうっていうね、体験ダイビングおすすめなんですけど、ミオからはなんか、読谷でここはぜひ行ってほしいっていうおすすめがありました。今もしかするとね、この人たちが、なんで中曽根さんからラジオ出てるんだって思ってるかもしれないですけどまあまあそれ無視してですね、はい、ミオから最後に一言お願いします。そうですね、うん、まあ、自分の趣味にはなるんですけれども、うん、まあ、ザキミ城市とか、史跡巡りみたいなもんとか結構楽しかったりするので、こうなんかガイドマップとか、うん、そういうなんか本とかを片手にね、うん、見ていただけたらなと思ってます。なるほど、まあ、そういう意味では、まあ読谷のね、はい、ランドマークと言われているザキミ城跡ですからね、はい、そこはぜひ登っていただいて、今日はちょっとね、ちょっともやがかかってるような感じしてるんですけれども、ちょっと遠方までね見渡すことができますし、はい、まあそこから見る夕焼けなんかもすごい綺麗ですからね。綺麗ですよね、はい、ぜひともね、イニシエの歴史を感じながら、はい、ミオのおすすめするザキミ城跡ね、そちらの方にもぜひね、ハンドルを向けて、はい、足を運んでいただければというふうに思います。さあお送りしてきました読谷ラジオ、この放送は読谷村商工観光課の提供でお送りさせていただきました。はい、ね、ということで今日は私中曽根と、はい、みおが、はい、お送りいたしましたということで、また明日は、レギュラースタッフがね、はい、対応してくれると思いますのでそう願いながら週末をお楽しみください。はい、それではこの後はおしゃれ泥棒ちぐさんの番組です。それもお楽しみくださいね。それではまた明日、さようなら。